はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エリティブログです。私たちは神戸に来てます。視聴者におすすめされたドイツのパン屋に今フロインクリープというところです。ということで、うわめっちゃドイツの雰囲気だね、うん、すごい。この建物ドイツとかヨーロッパのなんか教会みたいな雰囲気みたいな、いい感じです、はい、行ってみましょう。なんか神戸ってヨーロッパっぽいね、建物もなんかいろんな建物も多いね。はい、まずはカフェで朝ごはんを食べましょうね。1930年代の教会みたいな感じだけど、ね、新しい、おいい感じ。ヨーロッパの教会の食堂みたいな。ないよ、今日ハリーポッター出てくる、ハリーポッターに。あー、そんな感じ。うすごいじゃん。ローストビーフサンドイッチ、結構な値段するよ。2000円のオリジナルローストビーフサンドイッチ。うまそうだよね。こういうクラブハウスサンドイッチとかそういうのやしたいなと思って。めちゃめちゃ美味しそうで、まあちょっとこれドイツっぽいだね。オープンサンドイッチ美味しそうだね。美味しそう。これサンド&チーズにしよう。あ、そう。はい、このサンドイッチにカフェオーレで、はい、ありがとうございます。これめちゃめちゃ美味しそうだね。はい、いただきます。うん、これ2000円の価値あるかもしれない。そう、パンがカリカリ、そのソースがちょっとだけなんか酸っぱさがある、サラダでシャキシャキ。そう、ソースはうまいでしょ。ちょっとサワー系のソースで、うん、そうで、パンもカリカリしてほしいんだけど、このなんか全体のまとまりがめちゃくちゃいい、うん、来ましたよ。クリームチーズ&サーモン。これドイツ風の朝ごはんだよ。本当に自分でこう組み立てる。それを美味しく塗ってお店の人にやってもらおうかな。下手だね、本当に。これレナさんやって信じられない。うわ、うまそう。サーモンをつけて、見てクリームチーズにサーモン乗っけてオープンサンドイッチで、うん、美味しい。パンがカリフワ でクリームチーズとサーモンなんて抜群に合うじゃん。できました。くるみサンドにお肉のローストとピクルスとクリームチーズをベースに。絶対うまい。うまっ。これレナの実家で食べたドイツの朝ごはんの味がする。いや、食べたい。超うまい。ピクルスの塩辛さもまたねアクセントになっててマジで美味しい。このピクルスめっちゃ美味しい。食べましたね。すごいよ。え、下も並んでる。いいタイミングで入ったね。今もう1時間待ちぐらいじゃない。というわけでですね、さっきのパン屋さんから北のエリアというところかな、歩いて10分で行けるけど、怠け者の旦那と結婚したから車で20分ぐらいかけて駐車場を探しました。何を文句言うことがあるの。はい、というストーリーです。すごいヨーロッパ風の雰囲気のあるエリアなので、ちょっとブラブラしたいと思います、ね、スタバもなんかおしゃれだね。めっちゃ可愛いこのスタバ。北の物語館。あ、書いてある。明治40年の建物。すごいいい感じじゃないこれ。可愛らしい。神戸はおしゃれですね、街が。本当にそうだよ。ピスタチオプレミアムソフト650円のピスタチオソフト。でもピスタチオ大好きだから。ちょっと神戸の街坂が多すぎて坂の話聞いてないよ。俺にはちょっと向いてないかもしれない。うわすごいね。丘の上に来たら明治時代の洋館みたいなものが、いろんないい感じの建物が。すごいよ。しかもあそこの奥にはお寺があるからね。そうこう洋風と和風の、うん、ピスタチオだよ。北の天満神社があります。どうぞ登りますよ。北の天満神社。お登ってきましたね。疲れた。あ、いい感じ。あ、さっき見えてた明治の建物も見ながら、うん、神戸の街並み。いいね、この北のエリア。なんかここに暮らしてるだけでおしゃれになりそう。北の天満宮は、あの学問の神様の有名なやつは京都にあるよ。菅原の道真公が、あのみんな大学受験とかするときにここにお祈りに来て、まあ京都の方かなにお祈りに行って合格祈願をするという
なんか日本ってさ、こう受験とかさ、なんか何か時あるごとに神様にお祈り、ドイツもさ、一応教会はあるわけじゃん。就職のお願いとかって教会に行ってこうお願いしますってやるとかあるの？ない、自分からこれをお願いしたいみたいな感じ。そういう宗教じゃないと思うよ。なんか家族が元気でありがとうございます、美味しい食べ物を食べれてみたいな感じ、ありがとう言うこと。そう思うと日本人って神頼み多いよね自力で頑張れよっていうのをもうちょっと自分で自信持って行ってこうぜっていう。こっちにはなんかまた明治の館みたいな。あ、でもいいね、なんか雰囲気めちゃくちゃ紅葉しながら明治の館って感じ。お、メインストリートに合流ですか。それにしてもサンタ多すぎやろ。サンタ無駄遣いすぎでしょでしょ。なあ、1,2,3,4,5,6,7,15匹ぐらいいるよ。もうこことか本当にヨーロッパじゃん、両サイド。そう、本当にすごいね、レンガ調の建物でこっちにはカフェみたいなのもあり、本当おしゃれだね。神戸めちゃめちゃおしゃれじゃん。神戸 YouTuber になりますか。の名古屋 YouTuber の方がいいよ。名古屋の方が好きだよ。名古屋はベストだよ。名古屋大好きだよ。名古屋市の皆さん、お仕事をくださいこれだけ愛してますよぜひ概要欄からご連絡ください名古屋愛に満ち溢れた YouTuber が地元の名古屋をプロモーションします。あ、神戸タワーが、あの神戸の中心までまた戻ってきましたね。なんか神戸タワーあれだね、オリンピックのあのトーチみたいメルケンパーク入ってきました。なんかオープンスペースな感じでいいね。こっち海でしょ、向こうダウンタウンな感じでしょ、で奥に山々が見えて最高じゃん。留学してたバンクーバー思い出しますわこれ。だから名古屋にもありますよ。山ないじゃん名古屋だと、奥にしゃっくり止めなさい止まんない息吸って止めれば止まるよ、しゃっくり。そう、はい、息吐いてすぐ吸ってまた止める。はい、すぐ吸って止める、はい、それでしゃっくり止まるよ。はい、大丈夫、多分もう大丈夫だよということで、うん、こっちの景色最高だよね本当に。神戸いいね。しゃっくり止まったね。止まりましたね、ありがとう。神戸楽しかったね。いやー、よかった。2日間で来ましたけど、神戸いい街だねと気づき始めました。最高ですねこれ。はい、やばい、私たちは今から帰りますこの神戸の動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。